では問い7です。アルミニウムに関する記述として誤りを含むものを選びなさいという問題です。1番から、そう、飛行機って空飛びますからね、手伝うとちょっと重すぎますよね。だって強い軽いアルミニウムが中心の合金ジュラルミンが飛行機の本体に使われていますで。2番、そう、これもその通りで、リサイクルする方がエネルギーが小さくて済むので、アルミニウム間のリサイクルは大切です。 で3番、これは具体的に酸化数を調べる場合です。えー、L2O3。O はマイナス2なので、それが3つでマイナス6、えー。ということは、これ全体でプラス6にならなきゃいけないので、アルミニウム1回あたりプラス3です。まあ、アルミニウムの取る酸化数、基本的に3ね。プラス3で単体等が0。ロ、えー、なので、まあ、プラス2ということはないですね。まあ、この形から見て判断できます。3が正解です。で、えー、次が金属アルミニウムこれもそうで、あのー、アルミニウム、あと鉄とか、 も,うそうですがもちろん、えー、塩酸や硫酸に溶けます。でも酸化力の強い脳硝酸に触れると表面に緻密な酸化物の被膜が形成されて脳硝酸には反応されません。その状態を不動体と言いました。これも押さえておきましょう。